おはようございます。4月2日金曜日朝8時ちょうどです。見てください、正面瀬戸内の海です。でこれね、今どこにいるかというと、ずっとこっちに振ってみると、これまあ高松のシンボルタワーなんですが、 JR 高松駅のちょうど海側の方に来ています。野暮用で高松駅までさっき行ってきました。でせっかくここまで来たので、少しこの辺り散歩していこうかと思います。じゃーん、朝飯まだ食べてないので、米田コーヒーでモーニング食べてから帰ります。今朝のコーヒーは実はまだ飲んでないんですよね。カフェオレにします。選べるモーニングはやっぱ小倉で。カフェオレのレギュラーと、カフェオレのホットでよかったですか。はい、はい、とあとたっぷりと、とあと小倉が2つ、小倉が2つ、でバターにしてください。やったもバターで。カフェオレのたっぷりサイズと、あとトーストは小倉にしました。いただきます。豆付き、うん、うまい。小倉をたっぷり塗っていただきます。うん、うまい。豆いただきます。豆だ。ごちそうさまでした。うまかった。ああ、今日はちょっと風が強いな。さあ仕事しよっと。前回でコーヒーチケット使い切ってたので、新しく追加してきました。8枚綴りで3000円です。で、今日2枚使いました。残り6枚。まだしばらく楽しめる。午後3時前になりました。で車で出かけてて、帰りにコンビニ寄ってこいつ購入してきました。ノンアル晩酌レモンサワー、ノンアルコールのレモンサワー。これね、以前からちょっと気にはなってたんですけど、なかなか買うタイミングがなかったんですが、たまたまさっきコンビニ寄った時に見つけたんで購入してみました。ノンアルコール、まあ今日はもうこの後車乗る予定はないんですけど、ただまだ酒飲むにはちょっと時間早いんで、ちょっとこいついただいてみようかと思います。まあノンアルだから特に運転も問題ないんですけどね、一応念のためにということで。じゃあいただきます。さあ味はどうかな。だいたいこの手のノンアルコール系のドリンクって、まあ一応清涼飲料水にはなるんですけど、あんまり美味しいもんでないんですけど、さてどうでしょうか。じゃあいただきます。ああ、これはなかなかいけるかも。あの変な甘みがなくて、ただ
感覚的には本当にアルコールが入った普通のレモンサワーっぽい味がしますね。あ、これはうまい。うん。これはいける。こいつどうしよう。箱買いしとこうかな。結構気に入ったかもしれません。あと何気に焼酎で割ったらうまいかも。あ、これ絶対に視線をこっちに向けない。結構今も風が強くなってきたんですが、週末にかけてどうも天気大荒れになるような予報も出ているので、早めにフェンスが吹っ飛ばないように補強をやっておきました。先日からの黄砂の影響でボディがなんかザラザラしてますね。ちょっと一回洗車やりたいな。ただ日曜日雨なので、また週明けぐらいに一度洗車やろうかと思います。というわけで本日の動画以上となります。ちょっと短めになるかな。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。今日もカメラは α7C で撮影しています。それではまた。